ケー、じゃあワンダーキャプテンいきましょうか。今日のワンダーキャプテン、セシロから。お、来たな、セシロ。今日キャプテンします。よろしくお願いします。背中に書いてきました。当然、当然。力あらてら、高寺、読んで。読める？キャプテンの言うことは絶対。違う。吉野さん、お願いします。キャプテンの言うことは絶対ノリや振ってくんなということで、言うこと聞いてもらいますんで、お願いします。はい、やりづらいよ。はい、ヤギ、はい、今日キャプテンやる青木です。お、僕の、まあ、これ座右の銘ですけど、やればできる日々成長。さすが。まあ、誰でも分かってる言葉だと思いますけど、一切出しょ、できる。いいから一緒一緒できるよ。そうですね、そのまあ最初からもう無理無理諦めてたらできることもできないんで、全員やればできるっていうのと、まあ、日々成長もこうキャンプ一日一日大事だと思いますけど、まあ、そのミスした時でも、まあ、次につながる成長だと思ってみんなやっていこうと思います。お、で最後はやっぱ東京が一番でございます。やるよ、やるぞ、やるぞ。さすがさんでしょ。これも一番っていうのは、もう練習の時は常に自分が一番下手だと思ってやってください、みんな。おー、勉強に。で、自分の自信あることは全部自分が一番だと思って自信持ってやってください。はい、キャンプ1ヶ月間これから頑張っていきましょう。はい、